ドラフトで獲得した選手たちが主力へと育ち、チームの中心を担っている現在のタイガース。近年のドラフトの成功が38年ぶりとなる日本一につながったことは言うまでもありません。大山選手や近本選手、伊藤将司選手など上位指名の選手だけでなく、岩崎選手や石井選手、中野選手といった下位指名の選手たちもどんどんと主力になっているのはタイガースの大きな強みです。そんな中、日に日に評価が高まっているのが、育成ドラフトで入団したある新人選手。育成契約のため、1軍経験はないものの、2軍で圧倒的なパフォーマンスを見せており、和田2軍監督もその素質を高く評価しています。今回の動画では、将来の4番候補と期待される、あるルーキーについて詳しく紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。和田2軍監督が高く評価しているのが、2022年の育成ドラフト1位で入団した野口選手です。創成館高校時代に甲子園を2度経験し、3年春の選抜では10打数7安打の大活躍を披露。2打数2三振に抑えられたものの、現在のチームメイトである西純也選手と対戦した経験もあります。また、2018年のドラフト5位でタイガースに入団した川原選手は同級生です。そんな野口選手は、九州産業大学へと進学。1年春からベンチ入りを果たすと、全10試合でスタメン出場。4年春にはベストナインを獲得し、秋も安定した結果を残したことで、一躍ドラフト候補へと上り詰めました。支配下での指名はなかったものの、育成ドラフト1位でタイガースが指名。念願のプロ入りを果たしました。野口選手は188センチと大柄な選手で、長打力が魅力の右打ちの外野手。身体能力が非常に高い選手で、野口選手自身が理想とする鈴木誠也選手が完成形になるでしょう。野口選手は入団前に、アピールポイントは率を残す打撃と長打も持ち味。プロでもしっかり活かしたいと語っており、攻撃型の外野手と言えるでしょう。野口選手を担当した前田スカウトは、走攻守三拍子揃い、バッティングは特にパンチ力があり、長打力でアベレージも残せるというところで獲得に至ったと、獲得の理由についてコメント。個人的には、ドラフト1位で獲得した森下選手と競わせる意図もあって獲得したのでは、と思っていました。そして育成契約でもプロに飛び込むハングリー精神も魅力の一つで、本人の口からも必ず、這い上がるという言葉を何度も聞いていますし、強い気持ちを持った選手、と、前田スカウトも高く評価しています。育成契約ということで、入団時の契約条件は支度金200万円、年俸300万円というもの。かなり厳しい条件で入団している以上、必死に取り組んでくれるはずなので、ハングリーさにも期待したいですね。支配下契約に向けて首脳陣にアピールしたい野口選手でしたが、スタートダッシュに失敗。春季キャンプで左太ももを痛めると、4月上旬に再発するなど、怪我に苦しみます。別メニュー調整が続き、思うようなアピールができずにいた日々は歯がゆかったことでしょう。野口選手自身も、キャンプを乗り越えたら自信がつくと思っていたのに、と語っており、ショックは大きかったようです。最終的に4月上旬から1ヶ月以上の戦線離脱を余儀なくされた野口選手ですが、この故障が大きな転機となります。入団会見の際、初任給でバーベルとプロテインを買いたいと語っていたほど、ウエイトトレーニングに重きを置いていた野口選手。しかし、故障が考え方を変えるきっかけになったようで、ウエイトトレーニングばっかりしていると、体のバランスが崩れる。筋トレを減らし、ストレッチや連動性を高めるエクササイズをした方が、打撃につながると分かったと語っています。この言葉通り、胸郭などのストレッチに力を入れるようになった結果がバッティングに現れるように。5月下旬に実戦復帰を果たすと、6試合で15打数5安打と活躍。初の4番を任されるなど、順調にアピールしてみせました。夏になるとさらに調子を上げ、7月28日の広島戦で猛打賞を記録。さらに8月1日の中日戦でも猛打賞を記録すると、翌日には2号となるツーランホームランを放ってみせました。
8月だけで4本塁打を放った野口選手について北川バッティングコーチは、タイミングの取り方がうまいと評価。和田監督も、彼の持ち味はバッティング。ファームの中では4番を打つくらいのものは持っている。あとは体力さえついてくれば、と1軍レベルに近づいていると語りました。グリップの位置を下げ、軸足となる右足を意識するようになってからバッティングの状態が上がったとのことで、自身も課題と語っている体力面以外はかなり1軍に近づいているという手応えを感じたのではないでしょうか。最終的に2軍で67試合に出場した野口選手は、打率3割3厘、6本塁打、18打点を記録。OPS も7割8分5厘を記録しており、ルーキーイヤーとしては十分な成績でした。野口選手自身は不安も大きかったようで、最初は本当にやっていけんのかなって。復帰した時が暑い時期で本当にきつくて、大丈夫かなと不安になったんですけど、と語っていましたが、そんな不安が嘘のように、しっかりと首脳陣へのアピールできたのではないでしょうか。このまま秋季キャンプなどでアピールを続けられれば、来年の春季キャンプを一軍で迎えられる可能性もあるはず。岡田監督も新戦力の台頭を熱望しており、当然新しい力が必要よ。同じメンバーでは戦えないよ。そこの上積みやな。やっぱり野手やな。野手で若いので、11月の秋のキャンプで、何人か鍛えて一軍の戦力を作らなあかんわな、と語っています。野口選手が狙うであろうレフトのポジションは今シーズンノイジー選手が守っていましたが、桃北球団社長が流動的。そう考えていただいたら、と語っているように、来シーズンの契約は未定のようです。仮にノイジー選手が退団となれば、野口選手にとって大きなチャンスとなりますが、その場合は他の有望な助っ人を獲得できているはずなので、いずれにせよ野口選手は外国人選手や小野寺選手らとレフトのポジションを争うことになります。同じ右打ちの外野手でライバルの小野寺選手は、今年1軍で打率3割4分7厘というハイアベレージを残しており、小野寺選手を超えるのは決して簡単ではありません。過去2年の1割台から一転、高打率をマークした小野寺選手の成長も著しく、良い争いが見れるのではないでしょうか。2軍では井上選手や前川選手といった外野手が1軍でのチャンスを伺っており、新戦力の台頭が非常に楽しみです。野口選手は長打という魅力があるので、豪快なバッティングでアピールしてほしいですね。フェニックスリーグでは印象的な活躍ができなかったので、ここからのアピールに期待しましょう。岡田監督が期待を寄せる若手野手のアピール合戦から目が離せません。今回の動画もご視聴いただきありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。